お世話になります。バンコク日野村号チャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。今回は、1988年に映画になりましたアキラが今日からバンコクの映画館で見れるということで来てみました。今日はですね、アキラ見に来ました。ここスクリーンなので、こっちは後ろなので、どうしようかな。これもソーシャルディスタンスよね。これ、アキラ。これどっちがいいね。チェイスベネット。アキラで、これ前面のカラーだった。今はそっちから。それではチケット買いましたので見に行ってきます。アキラです。はい、ありがとう。アキラ見終わりました。タイの映画館、やっぱり寒いです。すごい寒かったです。実際僕リアルタイムの時は、中学校2年生か3年生で、ちょうどテレビを全く見ないようにしてた時期なので、最初はリアルタイムでは見たことなかったです。でも今見て気がついたのが、YouTube とかそういう動画サイトで見たら、風の音とかバックの無音の時のちょっと臨場感的な音が聞こえないんですが、映画館ではそういう微妙な音も伝わったのと、それとこれが1988年、映画になったので、スマホが全く出てきてないです。でそれと彼らのバイクですね、これもしかするとこのサイドミラー、これスクリーンになってるみたいと思います。今 の新しい車もスクリーンになってるのが 出始めてるみたいなんですが、それがありました。それとよくオリンピックのことがメインで話されてますけれど、非常事態宣言も実際この時発令されてるので、それも今の東京と一緒かと思います。僕好きな映画は何回も見る方なので、これ多分また映画館来て見ると思います。タイに来て一番映画で楽しかったです。それでは皆さんもぜひ来て見てください。バイバイ。